1年の経営は金杯にあり、目指すは春の大目標へ、ブラックムーンの橋本助手です。よろしくお願いします。食欲旺盛ですね。そうですね。もう太るぐらいにどん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 食べるんで、あ、もうそこは長距離絞っていって、大変ですね。もう元来からこう食いしん坊なんです。もう元々ですね。もう2歳の心配の時から食欲だけはある。まあ調整は楽ですけどね。あ、そうやね。鍛えれば鍛えるほどいいんやもんね、ほんで。でもちょっとやっぱりこう全体的に大きいね。うん、そうですね。2歳の時からもう30キロぐらいは増えてますかね。どん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 年を追うごとに成長してきて、まあ今でもまだ成長してるぐらいなんですけど。うん、なんかこうちょっと普通こう人がこうね前でちょっと下がったりしたら関係ないですね。何やねんって顔でも出しそうなもんですけど、ずっと食べてますもんね、これ。そうですね。こうでもこう、やっぱり顎のエラの方がすごいですね。おお、大迫力やな。ちょっと怒ってるね、さすがに。あっち行け。さすがに怒ってるわ。さあ、まあ、この食欲見ていただいたら分かる通り、体調はすこぶるいいんですね。うん、万全ですね。うん、さあ問題は、まあ相手関係も強くなりますけども、どうですかね、その東京のマイルという舞台を考えたときに。まあ一応ね、一回は勝ってる舞台なんで、うん、まあ、そこは自信持っていけるんですけど、うん、まあね、そうですね、さっきもおっしゃられたように相手関係がね、まあ、重要になってくると思うんで、うん、まあある程度流れてくれたらこの馬にもね全然チャンスはあると思うんで、うん、まあ姉妹は絶対伸びてくるんで。そうですね、今年の場合は特に、まあ、2000m の G1、まあ、別のカテゴリーからこう強い馬がまあやってくるという感じがありますから、うん、はい、ここはちょっとマイラーとして譲れないところ、ね、そうですね、まあ、ね、東京の、ね、マイル、うん、あんまりそのマイルだけの馬よりも、ね、ちょっと長いところスタミナ持ってる馬の方がいいっていうのは、ね、よく言いますけど、うん、この馬も、ね、マイルだけの馬じゃないっていうふうには思ってるんで、うん、時計が速くなった時とかはどうですか。はね、阪神のレコードを持っているように、うんうん、全然それは対応できると思うんで、うん、じゃあ、 まあ力勝負よりもスピード勝負になった方が逆にやっぱりサービスが余計、ね、力勝負になって、まあ、外差しが効いてくるようになったら、うん、そこはそこでね、うん、あ、そうか、馬場的に横で先行よりも先行の粘る競馬よりはそうですね、外差しが効くようになった方がそれはいいですね、うん、そうですね、うん、どうですかね、この、まあ、もうこれだけの食いっぷり見たらもうパドックでも何も心配することはないと思うんですけども、うん、そうですね、僕らがこう好調のバロメーター、パドックで見るときの好調のバロメーターみたいなのがあれば、好調のバロメーター、まあ人間の表情ですかね。橋本さんの方の表情がドヤ顔で歩いとったらこれは映像好きやなドヤ顔で歩いてるかどうか。う、ね、馬はこれもう馬はもう徹夜もええし、うんうん、自分でも最近競馬に向けて体重合わせてくれるんで、うん、毎回調子はいいんですよね。あ、もう追い切りがどんどん負荷かかってきたら、あ、これ競馬やなってもう分かってくるんで、うん、勝手に。じゃあこの来週の最初の追い切りでグッと分かってくるわけやね。そうですね、今日の追い切りもすごい調子良かったんで、うん、ジョッキーも褒めてくれたんで、そうですね、もう気持ちは仕上がってるんで、あとはね、人間がうまく持っていってあげれるわ。ちょっと楽しみですね。そうですね、橋本さんがドヤ顔してる映画浮かんできました。そうですね。ぜひここ多分ドヤ顔してます。ドヤ顔してます。ぜひここ注目していただきたいと思います。それではファンの皆さんに最後抱負をお聞かせください。あ、そうですね。まあね、2歳の時から、まあ、ずっと期待はしてた馬で、まあ生まれてからね、育成牧場とか、まあ、ステイさん牧場とかで、ね、いろんなスタッフがね、まあ、携わってきて、まあ、そのねアンカーとして。まあ、しっかりと役割を果たしたいと思いますので、なんとかね G1 の舞台で輝けるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ブラックモンの橋本助手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。